皆さんこんにちは。今回からついに奈良時代に入ってきます。時代としてはこれ前の飛鳥時代に続く時代、それからこの奈良の次は平安時代と、そんな位置づけになります。ちょっと前回まで律令制度が長く続いたので、あれなんて時代のイメージがね分かんなくなっちゃうかもしれませんが、その前飛鳥時代で天智、天武、こういった時代があった、それに続く時代ということになります。早速ラインナップから見ていきましょう。はい、今回は元明天皇、元正天皇と、この次に聖武天皇と続くその少し前の時代ということになります。元明天皇時代に和道開珎、お金を作ったり平城京遷都、それから人も出てくる、それから木簡、木の札、作品も作られた、盛りだくさんですね。天皇が元正天皇に変わった後も長屋王という人、そして日本書紀という作品、こんな土地制度の話もということで、早速中身入っていくことにしましょう。それでは行きましょう。元明天皇の時代からということになります。確認しておきたいのは、元明天皇、これが女性だということ。この後に出てくる聖武天皇のおばあちゃん、祖母にあたりますね。で、聖武が大きくなるまでの間つなぎといった要素もありました。こんな元明天皇の下で、まずはお金が作られる、鋳造、お金を作る時に使う言葉。このお金なんでしょうっても書いてあるぜって話はありますけれどもね、これが和道開珎、和道開放と呼んでくれても構いません。武蔵の国秩父郡、今の埼玉県から銅が献上されたのをきっかけに、年号は和道なんていうふうにね、この708年を和道1年、細かいですが和道1年和道2年というその年号の時には銅に金偏が入りますが、お金にはこれ銅、金偏が入りませんから、こんな感じというところちょっと注意してください。そしてこの後和道開珎から12種類国家が政府がお金を作る、この12種類のお金をまとめて公帳12銭と言いました。和道開珎はこの公帳12銭の一番最初ということになります。ただしなかなか流通しなかった。みんなはこれをお金としてね使うかというとそうではない。一部流通もしますけど、なかなか流通しなくて、まだ物々交換、物と物の交換というのが中心の時代ではありました。はい、そして続いてこの元明天皇の時代に都が変わる。大和って書いてあります。今の奈良県ですね。奈良の都を平城京遷都。まずこれはね、710年平城京というのはしっかり押さえておいてください。泣くようぐすじゃないですからね。なんと綺麗な平城京で、注意したいのはさっき和道開珎やりました。和道開珎の方が平城京より先なんですよ。だから問題なんかで、丸×問題なんかで平城京で和道開珎を作ったと言ったら×になっちゃいますから、平城京に移る前どこだったっけ。平城京の前都は藤原京、その藤原京でこれ和道開珎を作り平城京に遷都。この平城京も藤原京と一緒です。中国唐の都長安に習った都城制、でっかいその天皇のいる大内裏、宮の周りに京というのがあるんです。具体的に見ていきましょうか。じゃんね、まずここに平城宮宮というのがあります。平城宮宮、今までは何とかの宮とこの宮部分しかなかったのが、それ以外にねこんな大きな町の部分がくっついている。藤原京や平城京、平安京、全部共通としてちょっと大雑把にくくってしまいますね。こんな形でよいしょよいしょよいしょ、真ん中に宮があります。ちょっと大雑把にくぐっちゃいますね。そしてここ線が引かれていて、で宮の南側に町があるんですが、こちらを左京、こちらを右京と呼ぶ。この左京右京どっちがどっちってなんないようにね。あれなんかみんながこれ画面を見てくれた時に左京と右京、右と左が逆じゃないか思うかもしれないけど、これは天子南面といって、こう天皇のいる方から南を見た時に天皇の目線で右なのか左なのか、画面を見ている皆さんにとってこれどっちが右どっちが左、こっちはどっちですか左思うかもしれないですけど、僕にとってはこれ右手ですからいう形でちょっと注意してね。分かんなくなったらもう答案紙をこうぐーっと回転させて、こっち天皇の立場になって右左を見るといいかな。ちなみにこの左京右京の間を通っている道、メインストリートを朱雀王子と言いますね。朱雀王子。あとは平城京だけの出っ張りになります。平城京以外の藤原京とか平安京とかにはない外京と書いて外京、こんな出っ張りがある。まずはこんな宮と左京右京が原則、そして平城京だけはこんな外京という出っ張りがあって、東大寺とかね、この辺に、興福寺とかがこの外京の中にあったりとか、そんな風になっている都の構造。そしてこの都の跡地から見たことあるでしょうか、これ木簡なんて書いてあるけど木の札がたくさん出てくる。この頃は紙ペーパーがまだ貴重品だったから、こういう木の札に文字を書いて政治とかをしていた。ちなみにこの表面に書いたのはもう削ってまた再利用、めっちゃエコだった、リサイクルなんかもしていた、そんな時代でした。はい、そして都を平城京に移した後ですね、まだ天皇は元明天皇です。これ蓄銭除位令と発音します。銭を蓄えれば位に除す。結局さっきお金作ったけどなかなか流通しなかった、使われなかった、みんな物々交換でお金の価値が分からなかったと言いました。そこでお金を貯めたら位を高くしてあげますよ。位が高ければ給料もたくさんもらえる。本当か、そうか、みんなお金欲しいって思うより、ただお金の価値はみんな分かったんだけど、逆にどんどんお金貯めなきゃいけない、銭を蓄えなきゃ。具体的にはね、和同開珎を1万枚集めると位を1つあげてもらえる。もう必死でみんな集めちゃいますから、貯めちゃいますから、なかなか使われなかった、これ流通はあんまり結局しなかったということです。それから歴史書「古事記」、前に天武天皇の時にね、歴史書まとめろと言ったりしたんですが、ちょっと細かいですが「日枝のあれ」という人物が頭の中に入れていた日本の歴史などについて「おお」が名字、安麿が名前、この人が出録。自分で書けばとか思わないで、この時代文字を書ける人なんて極めて少なかったですから、その比叡山のあれの頭に入っていたことを、これ大野安麿が実際に文章にした古事記。古事記の記、この下不動記もそう、記すという字ね、言弁、あとに違う字が出てきますから、古事記の記、言弁は注意。あと不動記は各地の風土について記してくれと、この地方にはこんな特産物があるとかね、地名の由来とか産物伝承について、これはこの時命令が出ただけでね、この後ちょっとずつ作られていく。古事記はこの時に完成をしました。最後、この元明天皇の時代に国域の拡大と書いてあります。東北地方にいた人、蝦夷なんていう人がいました。蝦夷対策として出羽の国、今の秋田県山形県あたり、それから隼人と発音、南九州にいた人たちですね、その隼人対策として大隅の国、こういうのが置かれました。置くというのは、はい、ここ大隅の国っていうのは簡単って思うかもしれないけど、実際にはそのなんとかの国って置いたら、そこに国司っていうお役所を派遣してね、国衙っていうお役所、作って、お役所に役人を派遣するなんてことまで合わせて、この出羽の国設置というところになります。蝦夷対策で出羽の国、ここまでが日本の領土ですよっていうアピールをして、そこに役人を派遣する、そんなイメージになりますね。ここまでが平安時代の前ですよ、奈良時代、平城京の時代、元明天皇、いうふうな形で、さらにその続き元正天皇につながっていきます。続いてはですね、ご覧の通り天皇がちょっと変わりました。元明天皇から元正天皇、実はこの元正天皇も女性ということで女マークをつけておきます。やっぱり聖武天皇という次のね、奈良時代のメインの天皇に行く前の女性の天皇の時代、2人続くということ、今度は元正は聖武のおばさん、おばにあたる人ですね。見ていきましょう。政権担当藤原不比等というのをちょっと意識しながら、養老律令というのを作ります。あれ、律令って前にあったなっていう気もしますね。前に出てきたのが大宝律令701年、あれを作った時にも藤原不比という人がいました。あれ、同じ人物が作っている大宝律令と中身あんまり変わらないと言われてますが、これ光明神、藤原不比等が俺が作ったぜ、前は藤原不比等だけじゃなくってお坂部親王という人も一緒にやってたけどね、俺様が藤原様が作ったぜというアピールのため、そんなイメージでいいと思います。光明神、自分の名前を残すためにもう一回律令を作り直した。これが養老律令。養老という年号の時に作られたから養老律令ということになります。そしてその後ですね、日本書紀の完成。ポイントはさっきの古事記と漢字が違うことに気づいてくれました。古事記の記は何編？言編。ここは糸編というところです。東寧理親王という天武天皇の子供が中心となって、神代、神代、神話の世界から持統天皇の時代についてまで、編年体というのは年表形式、何年にこういうことがありましたというふうな形で日本書紀、セットといえばセット、さっきやった古事記、あれが712年、こっちが720年、もうちょっと後ですね。古事記は言編、日本書紀の記は糸編、漢字ね、この辺の部分にちょっと着目しながら、奈良時代の頭にこれらが作られた。ずっと前の天武天皇飛鳥時代の時に編纂命令が出てるんですけど、作りなさいって命令が出て完成したのはなんとこの時だったということになります。それからこの藤原の不比と、これお父さんは中臣の鎌足改め藤原の鎌足、その藤原の不比とが中心となって都を変え、新しいお金を作ったり、こういった法律を作ったり、その藤原の不比等が亡くなります。死んでしまいます。代わりに不比等の子供ではなくて長屋王、長屋の王という時もありますね。この王という字を見てわかる通り、天皇の血を引いている人が権力を握ることになります。奈良時代はこうやって天皇の命令、名前がありますが、その天皇の命令というより、この不比等、長屋王その下で政治権力、政権担当ってありますけどね、政治権力握っている人が命令の中心になっていたりするんですね。これをちょっと意識しながら、ここで長屋王に変わった藤原の不比等から長屋王に変わったというのを意識してください。そしてその長屋王の下で今度は土地制度ということになります。100万丁部開墾計画、前に良い田んぼというのをつけて良田100万丁部開墾計画ということもあります。全然なくても全然大丈夫なんですが、良田100万丁部開墾計画。まずこれ大事な点は、律令制度で国民に区分田を分け与えるぜってやりましたが、区分田が足りなくなっちゃう。どういうことかって、日本が縮んだとかじゃなくて、人が増える、人間が増える。一人に与えられる田んぼが決まってますから、田んぼが足りなくなっちゃうんだよね。人間が子供どんどん増えて人口どんどん増える。そこで田んぼを開墾しろ。100万丁部というのは土地の広さ、100万丁部の土地を開墾しろって命令出した。ちなみに開墾って何ですか？開墾って何ですか？開墾、これね、分かんなかったら国語辞典を調べる。これも結構大事ね、忘れないでほしいんですが、開墾というのはちなみに、田んぼを作ることです。なんもない野原、原っぱに田んぼを。ただし田んぼを作る、稲が取れる田んぼを作るには、普通にただ畑を作る、耕すっていうのとちょっと違って、大量のあれが必要になる。水、そう、川とかね、湖とかね、そういったところから水引っ張ってくる灌漑施設という施設とかを作るのは結構大変なんです。これを100万丁部の広さ、田んぼを増やすぜ、すげえ大変。誰が金出すの？誰がやるの？ということで計画倒れに終わっちゃった。政府もそんなお金があるわけではない。ちなみに100万丁部は、これ歴史家の資産研究によると、この当時リアルに存在した田んぼをもう2倍以上にしちゃおうみたいな、すごい計画だった。誰がお金出すの？無理だった。そこですごいこと考えちゃったね。三税一新の方なんていうところで、新たに全く新しく土地を開墾、ただの原っぱだった土地を開墾した場合は、ひ孫まで、これひじゃないただの孫っていう説もあるからあまり気にしないで、3代の土地所有を認める。わかる？既婚地、1回開墾された土地をもう1回開墾し直した場合は、本人のみの1代土地の所有を認める。これどういうことかっていうと、原則は何だったっけ？公地公民、すべて国のものだった。それを認める。何を？土地の所有を私有地として、私に有する土地として認める。開墾したらこの3代1代終わったら取られちゃうんだけどね。期間制限付きだけど自分の土地にしていいよ、好きにしていいよ。3代ということは子供とかまで相続させていいよ。マジっすか？でこれじゃあちょっと開墾してみようかななんて思う人が、自分のお金で自腹で開墾するようになる。国家がここお金なくて困ったなんて言ったけど、お金をかけずに自腹で開墾するなんてね、自腹って一般民衆がよ、国家がお金かけずに民衆がどんどん開墾してくれたら国としたらこんなおいしい話はないわな。これが三税一新の方。ただしこうやってどんどん開墾が進むんだけども、私有地を認める、全ての土地は公のものといった律令制度の原則が崩れていってしまうというマイナスもあった。それを始めたのがこの時。それがどう発展していくか進展していくかというのを次の時代また見ていくことになります。とりあえずこの元正天皇の時代はここまでということになります。はい、それでは奈良時代の頭ですね。元明元正天皇の時代、最後練習入れてみましょう。参ります。まずは708年、平城京遷都の前になります。なんとかが鋳造されるというですね、貨幣の名前ですから和銅開珎、和銅開珎でも読み方は和銅開放でも構いません。そして710年、なんとか遷都って、ここもね、よいしょ見えるかな、平城京遷都710年、よいしょ平城京へ遷都。そしてその平城京遷都した後、歴史書です2つ完成しました。712年、720年、天皇もちょっと元明元正変わっているんですね。712年の方が「古事記」、日枝のあれという人物が暗記暗唱したものを王の安丸という人物が筆録文章にまとめました。そしてその下720年は「日本書紀」、利練親王というね天武天皇の子供、これが「日本書紀」、紀は糸編、こっちは言弁という違いも思い出しておいてください。それから長屋王の時代になって陵殿100万丁部開墾計画、これは失敗というか計画倒れ。そんな中で新たに田んぼを開墾したら3代まで、これは自分子供孫とか子供孫ひ孫とか、まあ、説が分かれてますが、これを認める三税一新の方のっていうのは入れても入れなくても全然構いません。入れない方が多いですね。三税一新の法、これ3代とか1代の土地所有を認める、こんな法律ができて律令制度の原則がちょっとずつ崩れた、そんな話思い出してみてください。はい、ということで今回は奈良時代のまずは一番初め、位置づけとしてはこの後出てくる聖武天皇の時代の少し前いうことになります。元明元正天皇の時代でここから続く聖武天皇の、準備段階というのもね変な話なんですけども、都を変え新しい土地制度を作り始め、そしてこの後ね大きな変革も含めて聖武天皇という奈良のメインの時代に入っていくことになります。